告ってなんか神様みたいな仕事だなって思ってから、彫刻いいなって思う、好きだなって思いました。空想世界と現実世界を紡ぐアート。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は美術家村上瞳。子供時代夢ばかり食べているバク娘と呼ばれた少女が大人になって表現するものとは。一番のテーマは体自体が器であるなっていうことを、彫刻を勉強して一度陶芸の方を勉強させてもらって、その中ですごい強く感じたことなんですけど、やっぱり魂魄の思想みたいなのって東洋にずっとあって、今一瞬のために生きれたらそれは多分すごいこう理想的だと思うし美しいと思うんですけど、でもやっぱりこう思ってることも性格も考え方も変わっていくし、中身がどんどん移ろっていってて、なんか体は新陳代謝するのは当たり前ですけど、なんか魂自体も実はすごい新陳代謝してるなって思いますし、なんか結局じゃあ魂ってものがその体にこう突き動かされてるものなんだったら、実際確かなものってその魂が注がれてる器しかない、器の体しかないなって思ったり。魂が注がれる器である体、しかし他にもテーマが。自分のテーマ、まあ、女性像がメインのモチーフなんですけど、生きてるもののイメージと死んでるもののイメージのどっちも合わせ持ってる美術の中でも、まあ、例えば聖母マリア様だったり、そういう聖なもののイメージと魔女であったりとか、メドゥーサみたいなその人を死に至らしめるイメージの女性であったりとか、その美術史の中でいろんな風に語られてきた女性像だから表現できることって、そういう生と死の強いイメージだなって思ってます。だから大きいテーマとしてはそういう生と死のを内包する女性像っていう器ってことになります。陶器も体も器は全て等しく器である。そんな村上瞳のブレイク前夜、いつか本当にあの誰も働かなくていいようになって、みんながすごいブルジョアみたいな生活ができるようになった時に、美術館にどうこうとか一般家庭でとかじゃなくて、そういう一つの美意識に人が集まった時にそこにあるものだったらいいなって思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は日本画家加藤武宏のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。